アクチンに結合しているトロポミオシン。トロポニン複合体が結合している。トロポニン複合体にカルシウムが結合するとトロポミオシンがアクチンから離れる。トロポミオシンはアクチンの働きを調節する繊維上のアクチン結合タンパク質である。2本のアルファヘリックスからなるコイルドコイルの構造を取り、特に筋収縮を行う上で重要な働きをしている。 トロポニン複合体が筋繊維中のトロポミオシンに結合し、ミオシン結合を調節することで筋収縮を調節している。筋肉が主観している状態ではトロポニン複合体が結合したトロポミオシンがアクチン状のミオシン結合部位を塞いでおり、ミオシンの結合をブロックしている。神経刺激などにより筋小胞体からカルシウムイオンが放出されるとカルシウムイオンが トロポニン複合体中のトロポニン C と結合し、トロポニン複合体の構造が変化することで、アクチンのミオシン結合部位からトロポミオシンの一部が外れる。それによって、ミオシンの頭部がアクチンのミオシン結合部位に結合することができるようになり、筋収縮が行われる。筋収縮が進むと、カルシウムイオンは細胞質からポンプ輸送されて、細胞内濃度が低下する。 そうなると、トロポニン C からカルシウムの結合が外れ、トロポミオシンは再びアクチンのミオシン結合部位に結合し、ミオシンが結合するのを防ぐ。トロポミオシンは種ごとの違いが大きいタンパク質であるためアレルゲンとなることもある。例えばエビやハウスダスト中のチリダニ類などのトロポミオシンが原因でアレルギーを発症する人もいる。国立医薬品食品衛生研究所。 表示のための軟体動物評価に関する NDA パネルの意見食品安全情報2006年 No.7P18 ありがとうございます。